産園アドバイザーアグリンのアグリンチャンネルです。ご視聴ありがとうございます。今回は春巻き人参の種まきをやっていきたいと思います。人参は大きく分けると春巻きと夏巻きがあります。春巻きの場合、品種や地域によっても変わりますが、一般地の場合、およそ1月から4月の中旬にかけて種をまきます。3月の下旬から4月にかけて種をまく場合は、トンネルをしなくてもまくことはできますが、1月2月の玄関期にまく場合は、トンネルが必要となってきます。今はまだ2月ということで、朝は氷点下になりますので、今まく場合、トンネルの設置や温度管理などをしなければいけませんが、綺麗な人参が5月には収穫できるので、おすすめです。今回まく種は、坂田の種のベータリッチになります。こちらは、1袋350粒入りのペレット種子になります。こちらの品種は、以前にも何度もご紹介していますが、ベータカロテンを豊富に含んでおり、甘みも強く、臭みの少ない、とても美味しい人参です。また、病気にも強く、生育が旺盛なので、有機栽培など、消費栽培にも向いています。そして、春巻き、夏巻き兼用なので、もし種が余っても、夏巻きとしてまた巻くことも可能です。実際に種を巻いていきますが、事前に株間、上間ともに15センチの5畳上の黒のポリマルチを貼ってあります。マルチを貼る前にはよく耕してありますが、堆肥や元肥、石灰などは入れてありません。肥料は後で間引きのタイミングで追肥という形でやっていきたいと思います。それでは実際に種をまいていきますが、ペレット種子はこのように種がコーティングされているので、まきやすくなっています。こちらの種の発芽率は 65% と、他の野菜と比べてもあまり高くないので、一つの穴に2粒から3粒ずつまいていきます。後々間引いて1本立ちにするので、もったいないと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、発芽率が低いので、私たちの場合は1箇所二粒巻きしていきます。まずは一穴に2粒ずつ種を置いていきます。種を置き終わったら、軽く種を押し、土をかけ、鎮圧します。このような感じで巻いていきます。人参は好光性種子といって、発芽に光が必要です。巻く深さがあまり深くなりすぎないように気をつけてください。そして、鎮圧をすることにより、種と土が密着し、発芽率が上がるので、必ずやるようにしてください。土が乾いているときは、ジョウロで軽く水をやります。
次に防寒対策として不織布のベタ掛けをしていきます。このように二月巻きの場合、不織布のベタ掛けをし、この後トンネルをしていきます。次にトンネル用の鋼管を刺し、ビニールを貼っていきます。そしてビニールを貼っていきます。これで完成になります。この後、人参は発芽するまでに2週間ほどかかります。発芽するまでは密閉状態にしてください。その後、芽が出てからはトンネル内が25度以上にならないように、裾を開けるなど換気をします。換気をすることができない方や大変な方は、あらかじめ換気用の小さな穴が開いたビニールを使うと、換気をする必要がありません。裾を開けるなど換気をする場合も、日中は暖かくても夜間はまだまだ冷え込むので、必ず夜間は裾を閉めて密閉になるようにしてください。今回は春巻き人参の種まきをやってきました。今はまだ2月で、朝は氷点下になることが多いですが、不織布のベタ掛けとトンネルをすることにより、人参も種をまくことができます。2月に種をまけば、5月には収穫することができます。少しでも早く収穫したい方は、今回のやり方で種をまいてみてください。ぜひチャンネル登録をお願いします。メンバーシップではご質問にもお答えしておりますので、メンバー登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。